ナミさん、今回も動画送っていただきましてありがとうございました。まあ、体の間ね、いろんなところで、なんか250円を超えたあたりから、各、まあ、小さいメディア、大きいメディア、中堅メディアに取り上げられるようになってきて、すごいですね。抜群の伸びだそうです。で、見方としては体の間は、暗号通貨の全体の価格と、まあ、人気が下がった時でも、堅調な伸びを見しているっていう評価が一つあるんですよね。で、もう一つはですね、まあ、未来に向けた通貨であるってことですよね、これは。まあでもね、今でも十分パフォーマンス発揮してくれてますよね。実際私たちが体の間を利用して何かをするっていうのはまだね、イメージできませんけども、私が確実に思うのは、10年後、20年後、この体のって言葉は、もう本当にね、日常語として定着してるんじゃないかなと思うんですよ。ちょうど、まあ10年前、スマホって言葉を使う人があんまりいなかったように、今、スマホ、スマホって誰でも言いますよね。でも、10年後は、体のっていうふうに、何気ないところで耳にするようになるんじゃないかなと思いますね。そして、量子コンピューターという時代が来ます。まだこれも、随分未来のような気がするんですけども、一瞬で私たちの暮らしに入っていくんじゃないかなと思うんですよね。体の間、本当、すごいですね。はい。それでですね、私ね、全然話題違うんですけども、ナミさん。東京美容外科というところに行っております。一昨日も行ってきて、美肌をしてきたんですよ。なんかね、レーザーを当てて、パチッパチッパチッってやってね、シミを取るやつなんですけども、いや、これがね、すごい効果的面なんですよ。だいたい光を当てて、まあ、1週間ぐらいですかね、3日4日とは言うんですけども、長めに見積もって1週間ぐらいで、肌がキリッとなるんですよね。で、それを、何回も繰り返すことによって徐々に小さいシミとか皮膚の下の下の下にあるシミもシミの原液もなくなっていくそうなんですよ。私今回2回目を受けてきたんですけども、1回目はね、表面のシミがパッと取れてね、てきめんでしたね。で、今回2回目を受けたんで、ちょっとね、一瞬黒いのが浮き上がってきてますけども、これもあとね、2、3日したら消えて白い肌がさらされるみたいですね。いや、すごいですね、東京美容外科。まあ美容の技術も、私が住んでる田舎までね、こういう技術が来てるんですよ。すごいですね。最初は東京大阪ぐらいでしかこういった美容整形ってなかったんじゃないかなと思いますけども、いや、なんでもね、一般的になっていくものですね、奇跡の力です。まあ体も一般的になっていくんじゃないかなと思ってますね。それでは失礼します。